皆さんこんにちは。こんにちは。希望の日本再生チャンネル、今回も、日本絹産業の復活でこの国を再び強く美しい国にしようという大和結びの代表の渡辺美智子先生をお招きしております。先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回のお話の一番最後のところで女性用のふんどしについていろいろと詳しくお話を伺っちゃおうということで予告をしておりました。今回はそのふんどしのお話をしていくわけなんですけども、実物についてお話しいただく前にですね、とりあえずふんどしの歴史、希望の日本再生チャンネルでなんでこのふんどし扱うんだって思われる方もおいでになるかもわかんないんですけども、ふんどしってもともと踏み通しって言いまして、これ日本書紀や古事記にも登場するんです。つまり神々も使っていたわけです。で、男性も女性もどちらも使っていた。男性用のふんどしと女性用のふんどしっていうのは、これ実は形が違いまして、男性用は前通しって言って前にこうペロッと垂らすものがついてる。女性用の方はそれがないっていう、この違いがあります。古くは男性が漁に出かけるとき、あるいは山に狩りに出かけるとき、大事なところを傷つけないようにということで必ずつけるということになっておりまして、でさらにふんどしがですね、実は昔はふんどしという漢字を書いて袴と読んでいた。はい、つまり袴っていう、ことは要するにこう下半身につけるもの、今では袴といえば下着の外につけるもの、着物の上から履くもの、例えば剣道の道着の袴といえば剣道着の上からつけるものというイメージになっておりますけれども、もともとは下着そのもの、下半身につけるものを袴という言い方をした。でその袴が長いものについては踏みながら歩くようなケースもあったので踏み通しという言い方もされたというふうな歴史があったりします。いずれにしましても我が国においておそらく日本人がこのふんどしを用いるようになったのはいつ頃からというと、おそらく3万8000年前にはすでに使われていたであろうと言われるぐらい大変に古いものになります。でこのふんどしの素材なんですけれども、朝のふんどしの場合チクチクするんですね。どのタイミングからか分かりませんけれども、かなり古い時代から絹のふんどしが用いられるようになっていったという歴史があります。というのはやっぱり神経が非常に敏感なところなので、そこにはやっぱりさらっとした布地が必要だということで、綿もしくは絹が多く用いられるようになっていったということであります。朝のふんどしは風通しはいいけれどもちょっと痛い絹はさらっとしている。綿のふんどしっていうのは温かみがあって汗を吸っても汗をかいてもすぐに乾いてくれる、といったようなそれぞれの特徴を利用しながら用いられていたという歴史があります。ということで、早速女性用ということなんですが、やっぱり男性用とかなり違いますよね。そうですね、はい、これは男女兼用なので女性の方でも男性の方でもいいんですけれども、男性はやはりよりこう外にあるものなので正規、はいはいはい、で女性は中にあるから温めなきゃいけない、はい、男性の場合はやっぱり温度下げなきゃいけないって言われるんですよね、はい、だからこそエッジふんどしの方がもう完全にもう風が通るっていう、はい、横に通るっていうのがいいんじゃないかということで、まあ、私はあちらを女性じゃなくて殿方にと思ってるんですけども、はい、なんか最近どうもね女性でもエッジふんどしが流行ってるらしいということを、私がこれ作ってるもんですからそういうお声を聞きまして、はい、私自分ではこれを作ってるので、うん、エッジほどちょっと不便かなという気がしないこともないんですけれども、まあ、これでこと足りるので普通のパンツ型で、でこれは絹であるっていうことが私はもう絶対的な条件、私はですよと思っていて、はいはい、でそれはまずあったかいってことなんですね。おでそれと汚れないんでしょ、基本的にあんまり絹っていうのは、ほうもともと絹ってあんまり洗わないじゃないですか、もともとが、はい、でそれは絹の自浄作用があるんですよ。自分で浄化するっていう自浄作用があるので。そうなんですか。そうなんです。だから、まあ、殿方ある先生に申し上げるのもなんですけれども、まあ、女性でいうと、まあ、例えば織物だったりとかそういう、まあ、汚してしまうことがあったりするんですけど、はい、私の役場がありますのでちょっと難しいんですけども、うん、私の場合はほとんどなくなりました織物は。ほー。でちなみに母も亡くなったと言っております。なかなかやっぱり母の年齢的なものもあるのでね、どうしても別のものっていうのがいろいろとこう不具合が出てくるのでっていうところで
でここが空いてるから寒いっていうことで、寒くないからやってみなさいってなかなかあの頑固な母なのでまとわなかったんですけども、今年去年かな、去年に入ってから自分で結構使うようになったら、あったかいって言うてるやん何年も前からっていう話で、素直に聞いてちょうだいな娘の言うことはっていう感じだったんですけど、かえってあったかいこっちの方が。へーと、やはりこれをまとって結局ここのお股の部分が温かいので、うん、まず私あのこれに変えてから夜のトイレの回数が減ったりとか、底冷えしなくなったんですよ。あの結構中高年の女性の方で頻尿、そうなんです、結構テレビの CM なんかでもあるじゃないですか。そうですね、頻尿本当に大変で、うん、はい、で冬の寒い時なんかもうそのおトイレに行くまでがまた大変でっていう、うん、それ結構うちの母なんかも改善されたって言ってますし、はあ、やっぱり冷えなんだ。冷えなんです、はあ、で特に今は先ほど先生もおっしゃいましたけど、綿っていうのは、汗を吸い取ってくれるんです、はい、でも吸い取ってくれるんですよ、はい、絹は吸い取るつつ自分でこう浄化する、揮発っていうかこう、あ、蒸発してくれるので、はい、自分で乾くんですよ。はあ、その違いがあるのね。そういう意味も含めて蒸れないんですね。ああの形状で蒸れないっていうのもあるんですけど、絹の特性として乾きやすいってこともあるんですね。で綿の場合だと汗をかいてしまうとかえって寒くなるじゃないですか、うん、だからよくあのこのお仕事を始めた時に登山をやってらっしゃる方なんかはあの綿とかあとあの河川のね、まあ、なんとかテックみたいなものだったりとか、うん、河川で温めるものってありますよね、その発熱みたいな、あれは危ないんですって。だからウールか絹だっていうことを教えていただいたんですけど、うん、ちなみにあのこれ今、はい、ここはゴム、ここゴムです。昔はゴムなかったんですよね。そう、ない、ないです、ないです。昔はここもひ、これ紐だったでしょ。紐です、あの紐がこう通ってて横でこう縛る感じ。そうです、そうです。まあ、今で紐パンみたいな、うん、それはあの私の腕がなかったんです。これはん私の腕が足りなかったんです。ああ紐にするあ、まあ、それでもこの方が楽だろうなっていうのもあって、結局紐って今ってあの脱いでとかっていうの時に落ちたりするとか、その紐がこう落ちたりとかっていうことがあるので、でこう脱ぎにくかったりとかっていう時に、このゴムだと要はその今の生活により近づけてそこの障壁を減らしたかったので、私は実はね、あの昔のいわゆる和服が、はい、日本の標準的な姿であった時代、うん、だから、ま、江戸時代やあるいは、ま、あの明治大正昭和初期まで基本的に、ま、女性は、まあね、の多くが和服だったんですよね、はい、今では和服用のパンツってあるんですけど、昔は和服、はい、女性の和服用のパンツってなくて、ね、腰巻きをただ巻いただけ、うん、はいはい、で腰巻きってほとんど綿なんですよね。うん、そうですね、はい、でやっぱり月に一度のものがあるじゃないですか、はいはい、あ、すいません、あのでも大事な話大事です。でその時に腰巻きだけだと下スカスカですから、はい、これまずいだろうなと思っていって、ある方に聞いた、昔ね聞いた時に、はい、これグッと力入れればそんなものは漏れないんだって言うんだけど、うん、言うんだけど嘘をつけと、うん、あの基本的に人間あの、まあ、穴が開いたら出てくっていう風な構造になってるわけだから、そんなわけはねえだろうと思っていたら、実際にはそのまあ、期間中は、女性用のふんどしを用いていたっていうのがあって、で、ね、でそれがまさにこれなんですよね。あ、でこの形なんですか。あの紐ですよ。あ、紐の、はいはい、あの紐なんですけど、うん、これがあの腰巻きは綿なんですけど、月のものの時っていうのは絹の下着をつけるっていうことらしいんですね。でその理由分かんなかったの、全然今話聞いてやっと分かった。そう、汚れがどんどん浄化されていく。そうです、ね、で不快感がない。いやすごいですよね、生活の知恵っていうのはね。でそれを、まあ、見た目色気があるかどうかまでは僕は知りませんけども。これ色気あると思いますよ。え、そうなんですか。あれ感じられませんか。いや普通にこのタオルがぶら下がってるみたいな状態で色気感じる言われてもあまり想像力働きませんけど、それはこの状態だからですよ。これをまとった女性ってなった時にはね。そうですか。まずこれ私のうちのお客様がこのふんどしパンツをまとった翌日におっしゃったことなんですけど、はい、シルクのパジャマを半年前に買ったと、はい、でもみっちゃんのこれを履いた翌日、うん、お尻サラサラになったんだけど、どういうこと。今まで半年間パジャマ履いてたのに、はい、なったことないんだけど、それどういうことっておっしゃった時に、おそらくなんですけれども、たまたま偶然ここの
ここと今泊まってるホテルのところで雨宿りをしようと思ったところに入って生地屋さんがあったんですけど、そこで、はい、そこはあの高級な生地を扱ってるところ で、はい、でその方にたまたま買うつもりがないんですけど、いろいろお話を伺ってて、まあ、運よくシルクがあったんですよ、はい、でそういえば私の着物のこういうのはフンドスパンツとか作ってるんですけど、その絹と言われるものと要は証券、着物の証券とシルクは何が違うんですかねってことを聞いたら、はい、おそらくは糸の太さと、はい、あとその夜時の夜本数が違うんじゃないかということを教えていただいて、はい、まあ、なんて今日に向けた素晴らしい雨宿り場所だったんだろうと思うんですけど、まあまあそれを置いといてですね、この私が証券にこだわるというのもそこで、シルクだと効果という言葉は使えないんですけれども、まあ、あまり何も感じなかったのが、この着物地の証券だと1日でツルツルになったっていうのは、やはりその、まあ、折り方もそうでしょうし、その証券っていうものに私はこだわりたい、それが日本の心であったりとか、ね、まあ、日本人の DNA だったりとか、そういったものになるんじゃないのかなと思うんですよね。デパート大正時代だったかな、ありますね、デパートの火災があって、はいはいはい、でその時からやっぱり、まあ、和服でいても下着つけてないと毎日の時に飛び降りができないみたいな話になって、まあ実際にはあれ新聞記事のやらせだったらしいんですけど、ですよね、はい、そうだと思います、実際にそんなに飛び降りたって怪我した人って本当にいなかったんで、まあ、やらせ記事ではあったんですが、ただまあそれがきっかけになって下着が普及していった、ね、ただ、当初はだいたい昭和の40年代50年代ぐらいまではやっぱりそれでも面が多かったのが、こう外見を気にしてだんだんその河川の、ね、下着になり、さらに河川の下着の上からガードル、補正下着みたいな、そうそう、さらにしてギューッと圧縮して、でもう取った瞬間に赤いのみたいな、それ絶対体に良くないですよね。絶対良くないですね。遠くから見た時の形を気にされる方多いんだけど、日本人の美しさっていうのはやっぱりこうその近くで見た時のこうつるんとした肌の美しさみたいなものがやっぱりすごく大事にされたっていうのがあって、だからなんかおかしな文化だなと思っていたんですが、長い日本の歴史を考えるとそういうふうになった時期というのはほんの瞬き程度の瞬間しかない。まあ、そう考えてみると、もともと日本に古い時代から日本にあったものっていうのを改めて見直すっていいことなんでしょうね。そうですね、大事なことだと思います、はい、すごく。いや、ありがとうございます、はい、さらに聞き縫いプラス香りにもすごく気を使ってらっしゃって、今その机の上にたくさんカラフルな物体が乗っかっている、はい、いるんですけども、はい、これはですね、私もともと花屋始めた半年ぐらいでアロマセラピストをやってまして、アロマセラピスト、はい、まあそれでも調香ってその香りをね組み立てるっていうのが得意だったんですよ、そのアロマの中で、なんで頭の中で割と香りを組み立てるんですね、はい、でこのでもそのまあアロマやめてしまって、ここでも香ってくる、そうそう、はい、やめてしまったってこともあって、はい、でまあ、これだけ和のことって言ってるので、せっかくだから和の何かないかなと思ったら、また名古屋にあったんですよ、この高原お香屋さんというところ、はい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 、私これがまたね結構そのさっきの、前回お話ししたようなこう敏感なところがあるので、はい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 、香りも合成の香りが一切ダメなんですね。ああ、あるある、柔軟剤とか今香害ってありますよね、香りの害って、ある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 、あれものすごく苦手で、うん、いわゆるお香として売ってるものお香ですっていう、はい、匂い袋とか、はい、であれも大体がもう、はい、合成、そうなんですよ、そうでもどうしてもダメで、フラワー系とかそうそう、いろいろあるじゃないですか、言ったところでですね、ポンフワーンとかね、そうそうそう、もう冗談じゃございませんっていうちょっとだから鼻につく、西洋のヨーロッパの香水なんかでも、そうですね、本当に高いやつはスーッと、そう、ちゃんと鼻のエキスから作ってるんだけど、はい、比較的安くて手を出しやすいのって合成の香りなんですよね。そうなんですよ、なんか原料石油とかあるんですか。そうなんです、そう、あれは確かにね、頭痛くなる、なります、それよくわかる、そう、はい、で最近僕は鼻うがいやるようになって、あ、はい、そうですか、もともと蓄膿持ちでほとんど匂いというのが分からなかったんです。だから、うん、食事をする時も皆さん食事の香りを楽しまれるじゃないですか、はいはい、僕は匂いが分かんないんでひたすら量だけっていうねなるほどなるほど、ところが鼻うがいやるようになったらすごい香りが分かるようになって、そうで
それでもうなんか嬉しくて、うん、お香をいろんなもの買ってきてやったんだけど、うん、まあとにかくもうつけた瞬間にくしゃ拍手拍手拍手ってくしゃみ止まらなくなったりするのもあるんですよ。そうところがもう結構もうもうと炊いてるのに、うん、何ともないやつもあるんですよ。何が違うんだろうかと思ったら原料、原料ですね、全然違うの、びっくり仰天。はい、で私は自分で頭の中で組み立てて、でこれはこれ香りを嫌いっていう方は誰も今まで会ったことがないので、ないですね、はい、そう実はいただいて、あの名刺入れにね、この今手に持っていただいてるそれを入れて、ですこんな感じで名刺入れの中に入れてるんですけど、あのちょっとこう名刺香の香りが入ってるんですよって言って名刺お名刺渡しますと、こう匂い嗅いで、あらいい香りって、大体皆さんおっしゃいましたね、いやだってしたの、今まで誰もいなかった、うん、はい、天然の香原料を、8種類かな、で結構あの白檀ももちろん入ってますし、人工っていう結構高いって、ね、はい、あのいろいろ物議を醸すような、あの人工の粉も入ってますし、かなりこだわったというか、かなりあの上のものを使ってるんですけど、それを自分の中で、8種類かな、はい、調合して。そうなんだ、はい、で、はい、誰とかどなたかがあの江戸のものを、江戸のその折り紙とか、はい、江戸の折ったものを身につけると1年間縁起がいいよっていう話をされてたので、で元々これも、私の好きな名古屋の紙の温度さんという紙屋さんがあるんですけど、はい、ここがこの市松なんですよ、この分かりますかね、うん、はいはい、あの江戸と柄と縁起柄とっていう市松のこういう一番大きな紙にあるんですけど、はいはい、それをこう3等分してっていう形にして作ってるんですけど、これがもう好評で、それこそあの近所の郵便局の方とかにこう見えるかな、龍柄、そう龍にね、あの今ここが桜 で、 いろいろでここが龍ですね、そうそう、でこれはあの矢頭が入ってますね、そうそう、はい、これはまあ水玉とか、これまあ桜、桜が結構いいかな、あと朝とかね、お、うん、いろいろ見えるかな、なるほどですね、うん、あるんですけど、これが結構ね郵便局の方なんかだと待ってましたみたいな感じで言われて、このネームプレートってこうなるじゃないですか、はい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 、あそこに入れておくと、うん、自分がいい香りがするんですよね、うんうんうん、で自分がいい香りだと嫌なお客さんが来てもはぁってできると思うんですよなるほどなるほどそういうのもあって、あそう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 、はいはいはい、であのまあこれで誰もね嫌な香りって思う方もいらっしゃらないし、でこの天然だからこそ嫌なものがないっていうのもあるんですよね。であの良い香りの条件というか、もともとその、はい、本物の香りっていうのは、香りって4秒で脳に到達するんですって、4秒で脳に、うん、へえ、で香り変えた時に4秒で脳に到達して、でそこで必要なホルモンが出てくるんですよ、はあはあはあ、でセロトニンだったりとか、ベータエンドルフィン、エンケファリンだったりとか、はい、幸せになったりとかって、これまあどっちかというとあの幸福感とか幸せにっていう、そういった感じのちょっと甘めの香りをねにしてあるんですけれども、これを皆さんがこれが本物なんだってことに気づいていただくと、これがいい香りだったらじゃあその柔軟剤どうなのっていうところでね、まあ、気づいていただけたらいいかなっていう縁起物ですよと言いつつ、まあ、それも含めてっていうところもあって、ね、まあ、これも素晴らしい日本の文化ですし、こうも ね、 ね、であとこの和紙っていうのも、はい、まあ、いろんな和紙でこれも作っても、和紙もまたねこのこだわり出すともうっていう、ここお店行ったら帰ってこれないぐらいになるんですけど、この和紙っていうのももう本当にお高いものだったらすごいあるので、あの香りの文化って結構あるんですよね、そうです、うん、日本はだからそういっても本当に日本の素晴らしいものを少しでも体験していただきたいなっていうのでですね、はい、で、こちらのお花、はい、もともとの本業、あそうですね、はい、本業お花と言いながら、これ多分あの前回から気になってらっしゃる方は気になっていたと思うんですけど、こちら猫柳ですよね、そう赤なんですよ、これ赤が、赤の猫柳って普通真っ白くでしょ、そうですね、シルバーレッドっていう赤目っていう言い方もするんですけど、まあ、気持ちいいんですよこれがそうそうそう、なんでこれちょっと下の方がお水にね、お水の中にあの葉っぱとかお花とかが入ると腐ってしまうの で、ここにある部分はこうどうしても取らなきゃいけないんです、これを、で取ったの池込みって、はい、あのお客さんとかとこうやって行けていうお仕事もしてるんですけど、行った先にこの辺のところに置いとくんですよ、はいはい、でスタッフの方とかにこれあのなんかストレスだったら触ってねとかって言ってくると、みんなこうやって、はあ、いいです癒されますって言っておっしゃってでこれゼンマイですね、この子、
このくるくるっていうのはゼンマイちゃんです。本当ゼンマイ、いやこれまた立派なゼンマイ、ほらそうなんですよ、見えます、かわいいんですよ、ね、画面に立派なゼンマイ、そうなんです。どうして赤いの、これなんでしょうね、ちょっとごめんなさい、そこまで私もすいません、知識不足で、これ緑色の花ってまたこれもまたすごいですよ、ね、これ菊なんですよ、これ菊なの、菊なんです、そんな話聞くない、すいません、ザバッとちょっと半分ぐらいかな、菊、マジですか、マジです、へえ、この子も菊です、これ菊ですよね、あでもこの菊なんかえらい花びらが硬い、これも硬いけどえらい硬い、しっかりしてる、そう、これアナスタシアっていう名前の、アナスタシア、アナスタシアブロンズかな、この子アナスタ、この子咲き方はアナスタシアです、この子はスプレーマムのカントリーっていう名前の子ですね、おお、あれこれは猫、ん、それね、花うさぎっていう、花うさぎだ、かわいい、花うさぎだ、かわいらしい、もうね、本当に見えますかね、これ花ふわ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 よいしょ、これふわふわポンポンポン、かわいいですよ、ちょっとピントが、もうちょっと下げられた方がいいのかな、ピントが合わないかな、鼻をする、かわいい、そう、かわいい、ほら、かわいい、結構ね、私あのお花で言いますと男の花学って言って、うん、殿方専門のお花の教室、男の花学ってやってるんですけど、へえ、殿方の方がね、ハマるんですよ、お花に、おあの今おそらくね、先生もこうやって直接触っていただいて興味が湧いていただいたんじゃないかなと思うんですけど、うん、あのそうそう、かわいいでしょ、で女性ってやっぱりお花をもらう確率が高いので、あっていうのと、あとおそらくなんですけど、はい、男性の女性能で言った時に、女性能ってこう目の前のものを可愛がるじゃないですか、あの赤ちゃんでもそうですけど、それがあの母性であり、はい、女性能ですよね、はい、でも男性能っていうのは例えばこういうのをあのアレンジメントって言ってこうね、あの刺していくのがあるんですけど、はい、それがおそらくねプラモデルとかと同じなんですよ、ああはいはいはい、空間で見るんですね、うんうんうん、だから女性はこのべったりとしたこうあの平面で見るんですけど、その方っていうのはこう奥行きであの空間で見るので、はい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 、そうすると最初はねやっぱり興味がないんですよね皆さん、うんうん、だけど一回自分でプラモデルを組み立てるように用意どんでこの花材抜いた状態でこう置いておいて、はいどうぞお好きなものって、私あの見本作らないんですよ、うん、見本作らずにあのこの時間をお花と戯れてくださいねっていう形でお渡しするので、そうすると、まあ、一応ねあの細いものが上で大きなものが下の方がバランスを取れますよっていうことだけお伝えしてみて、うん、あと斜めに切った方が吸水面積が広がるのでお花が長持ちしますよとか、そのぐらいなんですお伝えすること、あとどうぞご自由にやってください、で最後にちょっとここをこう変えた方がいいかもしれないけどどうですかって言って必ずその方に委ねるんですけど、そうするといや少年に戻るんでしょうねきっと、もう黙々とご自分のこの世界に入っていって分かる気がする、はい、お花触ることも今みたいにこうやって触ることもあんまりなかったと思うんですよね、うん、まあ、もらったとしても例えばその送別とかで入って奥さんに渡して終わりとかっていうことが多いじゃないですか、殿方ってどっちかというと、はい、すいませんいやいや、でも一回自分で言われになると、うちのあのお弟子さんもいらしたんですけど、あのまあこんなこと言ったらあれですけど、まあ中間管理職の方とか、まあ経営者の方なのかな、でまあそんなにこうおしゃれというわけではないという、どこにでもいらっしゃる、まあおじさんって言ったら失礼ですけど、だったんですよ、はい、もうお花やったらハマっちゃって、まあ最初は下心だったんですよ、下心で、ああこれを夜店のお姉ちゃんにプレゼントしましょうとなるほどなるほど、はい、だったんですよ、うん、でまあいいんです、それでも私はそれでもいいと思っていて、でまあ最初プレゼントしましたと、でそしたらハマっちゃったんですよ自分で楽しくて、で2回目から奥さんに持ってたんですよ、最初だからお家に持って帰らずに違うところに、ね、そうそう違うところに持ってて、でもやっぱ女性って結構その下心って敏感なので、はい、ああはいはい、そうするとあのその下心でこれ作ったんだよって言われるとあんまりああそうですかってなるんだけど、もう楽しくてしょうがなくなっちゃったその方も、で毎回終わった後にあの今日これ作ったって言って持ってったりとか写真とか見せるんですって、はい、その時はもうすでにあのちっちゃい子が今日僕これ作ったんだよって感覚なんですよ、まあ少年の感覚でしょうね、そうすると下心がないので、もう女性もえすごいねって乗るわけですよ、めちゃくちゃいい循環がそこで起きるんですよ、はい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 、でその方も今までお洋服でも、うん、あのまあ、紺とか、はい、ベージュだったりブラウンだったり、うん、そういうまあ地味めな色が多かったんですけど、はい、うん、まずその方がおっしゃったのがこの世にこんなに色があると思わなかった、
で紅葉がこんなにその紅葉の赤でも黄色でもこんなに色があったんだって知らなかったっておっしゃるようになって、でその方すごくあの素直な方だったのでセンスが良くて、でもその方のそのセンスの良さっていうのは、まあ、もうこの言い方そうなんですけど外から見ると分からないんです。でご本人も気づいてなかった、うん、でもお花をやってこれすごくセンスいいですよとかって言ってお伝えしていくと、で私がこの花合わせの色合わせっていうのをそれをセットは用意するので、はい、そうすると常にいい状態のベストな状態の花合わせ色合わせを見ているので、そうすると例えば自分でそのスーパーに買いに行った時に、まあ、よく笑い話でお話されるんですけど、最初はその先生が作ったと思われたんですね、うん、奥さんには、うん、まさかうちのこの亭主がこんなの作るなんてって思ったらしいんですよ。まあ大きな声で言いませんけどね、言っちゃいましたけど。で、はい、だけどある時私にあの結婚記念日の花を頼もうと思って忘れたらしいんですよ、はい、やばい忘れたってことで、うん、買いに行こうという。でそれまでもそのスーパーに行った時にスーパーの花線よくあるじゃないですか、はい、でそうするとこううんちくを述べるように、俺だったらこの花合わせんなとかっていう、いいものを見てるから、そのために花合わせは絶対私がいるんです、はい、あとは全部自由にやってください、うんうん、で旦那もまあこんな分かったような分かるようなこと言ってって思ってたのが、その結婚記念日私に頼むの忘れました。で自分でお花屋さん行って買いました、はい、目の前でどんどん作っていくわけですよ。その子、まあ、はい、そこまで行っていいかどうか分かりませんけど、ちょっとまあ冴えない旦那みたいに、ね、思ってた方が、うんうんうん、まあおしゃれなものを作るわけですよ。へ、まあ、そうしたらもう奥さんの株上がりますよね。あ、もう縁なんですよ。なるほどね。そうなんですよ。うちは永遠にそういう時は来そうにないけど、いや、 やりませんか先生。いやいや、ただ今おっしゃられたので、はい、あ、なるほど、そうかもしれないなと思ったのが、うん、夜景好きなんですよ。うち夫婦揃って夜景好きなんですけど、はい、ある日ね、うん、夜景見た時にいろいろな色があるって言われて、はい、うん、でそれ聞いた時にびっくりしたことがある。言われてみれば、あ、確かに黄色い光とか、うん、赤い光とか、あ、緑色の光もあるんだなと、うん、言われるまで、うん、暗い夜に夜景が光ってる、うん、以上おしまい。あの光、ライトっていう光でご覧になるってことですね。夜景のその綺麗な夜景、うん、以上おしまい。あ、綺麗だな、うんうん、その綺麗の中にいろいろな色の光があるということなんては、うん、全然、まあ見てはいるんだけど、うん、見てはいるんだけど感じていない。だからこういう花を見る時も、確か言われれば、ああ、いろいろな花があったんだなと思うけれども、パッと目を離して こっち側にあった花何色だった、うん、全部緑色の花あったな、あとみんな見るじゃねえかみたいな、うん、あ、全部黄色だったじゃないかみたいなぐらいしか、見てるようで見てないんですね、うん、で女性は、うん、ものすごく色を見るわけですよね。そうですね、見てますね、はい、でこの辺がやっぱり男と女の感覚の違いなのかなっていう、赤ちゃんの顔色をちゃんと見ないといけない、ね、そう、うん、だから観察力が鋭い。だって昔はあるでしょ、戦国武将とかでもやってたじゃないですか。そうそう、華道はね、大体やってるのみんな、そう、茶道華道、はい、うん、特に茶室にお花をこう生ける、そうですね、であれはお月の女官の人にやらせるっていうよりも、はい、例えば秀吉さんが自分でこう花をピッと刺して、うん、今日は家康殿が来るから、ではこの花で行こう、ピッっていう、うん、そういう感じ、うん、であと、まあ、助官の方が生けてやっても、うんうん、実際にお客様が来る前に見に行って、うん、これは少しこれはちょっとこっちの方がいいかなっていう、うん、やってるんですよ、ね、あの武骨な戦国武将が。そう、うん、だから昔の人ってやっぱりそういう、それっておそらく日本人的な感覚だと思うんですよ。つまり自然をめでるとかっていうものに、そのまんま自然をめでる心にお花をめでるという心はそのままつながっていく。そうですね、これは同時に香りにもつながっていくし、うん、また絹っていうものを通じて体を大切にしていくというものにもつながっていく、はい、ということで、さまざまなものを大和結びということで結んでおいでになります渡辺美智子先生をお迎えいたしまして、今回もいろいろとお話を伺わせていただきました。先生どうもありがとうございました。希望の日本再生チャンネル、まだまだこれから。